初代ミルナー主尺、アルフレッド・ミルナーは、イギリスの政治家。ガーター勲章勲章師、バス勲章ナイトグランドクロス勲章師、聖マイケル、聖ジョージ勲章ナイトグランドクロス勲章師、数密顧問官。ドイツのギーセンで生まれ、イギリスに渡り、オックスフォード大学で学んだ。財務大臣、ジョージ・ゴー・シェムの個人秘書となった。1897年、植民地大臣、 ジョセフ・チェンバレムによりケープ植民地の長官に任命される。南アフリカのイギリス代表として、ボーア政府と対立、ボーア戦争を起こした。第一次世界大戦時に、ロイド・ジョージの戦時内閣で活躍、フェルディナン・フォッシュ元帥と連合軍司令官に任命した。1891年、アスター教、ロス・チャイルド教の出資により、帝国評論を発行する。 王室とオックスフォード大学から表彰されている。1925年、オックスフォード大学の総長に選ばれたが、就任前に亡くなる。防和戦争に際し、ミルナーは、オックスフォード大学で優秀な若者をスカウトし、アフリカ征服のためのエリートとして養成した。これが、ミルナー幼稚園である。メンバーは、諸説あるが、下記の人物である。ありがとうございます。